川ステージです。大乱闘スマッシュブラザーズ、あ、終わった。ガス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 、これやばいこれやばいこれやばい、逃げろ。あ、超速で逃げれる。どうなっちゃうんだ。さよなら。うわーやばい、やりすぎだろ。まずいって、やばいって。おい肉が、おい肉、ほっ、どうした、やめろ、空中戦だ。なんだこれ、空中戦してるぞ。はい、こんにちは、くんです。今日はね、これです。さ、まだね、最強のサメでプレイしてなかったんで、ちょっと、ホウジロザメでやっていきましょう。最強のサメだけに、これ、もう、基本的に全員ぶっ殺せんじゃねえか。ま、俺に噛みついてきた草食動物がいる。これ、ホウジロ先輩といきなりバトルしたら、ホウジロ先輩はどうなるんだろう。いや、ちょっとやめとこう。かなりしょうもないことになりそうだから。まずちょっと狩りに出かけるか。カジキとかこの辺の、しょうもないやつを殺していこう。うやべえ、一発だぞ、今。一発で踏みにじった。すさまじいっすね。古代魚さんは？確かこの辺古代魚さんの住処だったはずなんだけど、てか海久しぶりだな。海すげえ久々っす。あ、一応ホウジロさんいるんだ。ホウジロザメ同士で戦えるのか？ホウジロザメ同士は戦えるんでしょう。ちょっとあまりちょっと戦えたとしても、まだちょっとホウジロザメは早いので、多分、もう少し力を蓄えてから行きましょう。この辺の全部丸飲みにしていきます。ここの辺サメいただろ。ほら、死にやがれサメ。なんかハンマーヘッドシャークは楽だった。スイー。去っていく。ほんと上手って感じだね、これ。ほんとまんま上手だわ。まあ、レベル30ぐらいまではちょっと必要そうな気がするな。お、全部食うぞ。バク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 。全部食って、全部食ってる、この辺のなんか小魚。小魚全部食っても全然レベル上がんねえな。しょうもない、かなり。こんなに食ったら他の魚だったらレベル30、40平気でいって、まあ、それは言い過ぎだな。レベル10、20はいってるな、多分。小さい魚だったら10、20いってるよ。多分。まあ、サメ殺すか、普通の。あー、君だよ。いや、普通にね、このサメレベルだったら一噛みクラスだと思う。ほら、一噛みで終わり。ちょっとぶん回して KO って感じ。あ、あれするか、これ。ここに湧くやつ、殺して回るか。よし、ちょっと待って、無限アップデートポイントあった。待って、よし。あれ？あ、あった、いたいた。よし、ちょっと待って、無限、バス、ブラックバス無限湧きポジあるから、ここ。これレベル上がるぞ。なんてひどい。なんてひどいレベル上げ法なんだ。これ巨大になるのも早そうだな。よし、ここくる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 回せばね、これ自動的にレベル上がるんですよ。ここのポジ、反則だよな。あれ？いなくなった。おかしいな。あれ？オカピーポー？あ、いたいた。おーい、何やっとんじゃ。たまに変な場所で湧くっぽいね。これもほら。あー、画面のなんか、わけわからん場所で湧くときもあるな。ちょっと効率あまり良くないな。効率は良くないけど、ただ一番、今現状一番効率はいいはず。食え食え。美味しいな。食べられるこのブラックバスの身にもなってみろって感じだね。ブラックバスだけど全然ブラックじゃない。なんなんだこれ、フナかなんかイメージしてる、この黄緑色って。緑色の魚って絶対美味しくないよね。まだサメの方がうまそうに見えるわ。なんかさ、色がついてる魚って基本まずいらしいのよ。噂によると。いや、俺あんまその魚めっちゃ食ったことないけど。エビとか真っ赤だけどすげえ美味しそうだけどね。うまいんだけど見かけはグロテスクだよね、非常に。だって海鮮の話になってきた。おい、かなりでかくなったんとちゃう？もうホウジロ先輩と戦えるんじゃないか。おい、ホウジロ。ホウジロ同士でバトルか、お前。ほら、あれ？ホウジロさん？先輩？俺、ホウジロさん殺せねえ！ああ、非道！残虐非道だな。とりあえずもうレベル上げていくしかねえって感じか。これは。ホウジロ先輩、ホウジロ先輩。お、ちょっと待って。なんかこれ、カニ無限湧きポジじゃねこれ。カニ無限ポジ発見。あんまいらねえや。なんだ、ホウジロ先輩はホウジロ先輩同士で殺せねえのか。それはちょっと微妙だな。じゃあやっぱりこの船みたいなの食い続けるしかないってこと、俺でかくなるためには。絵的にどうなのこれ、動画的に動画の尺10分間行く気がしないんだけど、俺は。まだこれ、録画し始めてまだ5分ぐらいだと思うんだよね。感覚が間違っていなければ。ふぅ、でか。いやでもこれ超巨大にしたいな。ちょレベル上げるしかないでしょ、これ。他の YouTuber どうやってレベル上げてんだこれ。クソつまらんシーンとかあるよね。こんなんクソつまらんじゃん、こんなシーン。やっぱ狩りに出かけるのか、ホウジロザメで。古代魚でも狩り行くか。普通にこんなん殺しちゃって面白くねえもんな。
でも無限の世界が始まる。無限の住人になってる。今話題の映画。おお。あ、どっか行っちゃった。まあもういいや。適当にその辺を泳ぎ回ろう。ひどいな。殺戮だな。殺戮兵器だ。ほうじろ先輩の恐怖に怯えなくて済む海か。まあ、俺自体が恐怖になってるってことか。俺が恐怖なんだな。なんてことだ。ほうじろ先輩を倒そうとするあまり自分自らがほうじろ先輩になってしまうのか。なんか魔法少女みたいだな。すげえな。これ。見かけもグロくね、めちゃくちゃ。超凶悪で。こんなん水の中いたらさ、もう発狂するわ。ほうじろさんとちょっと二人で泳いでみるか。もう最強のサメ二人組。最強の二人。これいいサムネだな、今の。ちょっと待って。もうちょっといいサムネ撮らせてくれよ。ほうじろ先輩。先輩、ちょっと、並びましょう。ちょっと、この感じか。ちょっと、写メ撮れない、ちゃんと。ちゃんと向いてくれない、この人。俺の方がでかくね、つうか。今。パク？な、パクパク口動かすのちょっとだけ可愛いな。パク？パク？パク？ちょっと。あ、でも。おー。いい感じに、先輩サービスしてくれた。いや、レベル何百まで上げてみるか、これじゃあ。そんなに他の魚ポイント高くねえんだよな。あの船結構ポイント高いんだよ。船どこ行った船。これは、ちょっと待って。いいポジ見つけたくね？ハンマーヘッドシャークポジじゃん、これ。おお。おーおーおーおお、食いますね。すげえすげえすげえ。これやばいわ。やばい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 。掃除機みたいになってる。掃除機みたいになってる。掃除機現象発生。二人同時に食ってるからめちゃくちゃやべえ、これ。やばい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 。超食ってる超食ってる。食べ放題や。俺レベル100まで突っ切ろう。いいっすね。こんなにフカヒレいっぱい食っちゃっていいのか。この食べ方だったらさ、まあ、空に飛び立つこともないんじゃね、実は。これでレベル200まで上げてみます。やべえな。もうサイズバグってきたな、そろそろ。まあ、レベル144ですよ。まあ、レベル144ですが、サイズがバグってきました。まだ飛び立つサイズではないな。まだいける、まだいける。まだレベル1000まで突っ切ろう、これで。なんかさ、もう顔の形がおかしくなってきてない？魚眼レンズみたいになってる。いや、ここ最強のこれ食い場だな、これ多分。体のサイズに関しては、でもブルブルしてないよね、前みたいに。前はブルブルしてたから、まあ、まだまだいきますよ。でかくなってる、ちょっと この画面で固定するから、ちょっとでかくなってる感をちょっと体感してもらうために。
べえな。ちょっとブルブルし始めたから、ちょっと位置ずらそう。ブルブルしてる。下がるぞ、若干。若干下がろう。これちょっとブルブルがなくなる。ブルブルするとやばいね。まあまあ大丈夫でしょう。まあ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ慌てるような時間じゃない。あ、水面にも出てるね、もう。これ。あ、水面に出てます。なんか逆噴射してない、なんか。ほら、逆噴射してる何かが。不思議な逆噴射現象が起こってる。なんだ、この、風は。風を感じる。すげえな、これ。吸い取ってる。はい、ということで、現在511レベル、もうなんかブルブルしてるから、多分これもう危険。やばい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 。なんだこれ。水が、やばい。帰れ帰れ。よし。大丈夫大丈夫。帰ろう帰ろう。帰れ帰れ帰れ。戻れ戻れ。水の中に戻れ。よしよしよし。戻った戻った戻った。オッケーオッケー。わあ。ちょ、ダメ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 。戻る戻る戻る。戻りたい戻りたい戻りたい。戻りたい戻りたい、あの頃に。あー、死んだ、マジかよ。水枯れ果ててね。ちょっと待って、水枯れ果てたぞ。あ、枯れ果ててない、戻った。よくわからん。水が枯れ果てている。地球温暖化の影響はこんなにも。はい。ということでですね、外の海どうなってんだろう。外の海見に行く。あ、外海見れねえ。あ、行けねえ行けねえ。外海見れねえわ。はい。ということで、ホウジロザメ、レベル500で、ロストしました。さようなら。